にちは、ヨッシーです。本日はですね、リクエストいただいたことに今日もお答えしたいと思います。本日は僕のつけている時計を教えてくださいということでした。リクエストいただいた方ありがとうございます。このコメントいただいた方、初コメだっていうふうにおっしゃっていて、ちょっと今日理由があってこのリクエストにさせていただきました。その理由というのは、他の質問が結構こうディープなものが多くて、ちょっとね検証したりとかしたいなっていうことで、パッと答えれそうなこれで今日は行こうと思いまして、あと明日のフリマの準備もちょっと難航してまして、ちょっとねすごい服いっぱい持ってきたいんで、ちょっと準備にもちょっと時間を当てたいということで、これにさせていただきました。よろしくお願いします。でですね、僕のおすすめっていうか、僕現実使ってる時計が3つありまして、まあほぼ1つにしちゃってるんですけど、まあ前まで使っていたものも名残で残ってるんですよ。ということで、僕のおすすめの時計3選という感じでいきたいと思います。まず1つはですね、 G-SHOCK です。このモデルです。見えますかね、ベゼルがマットブラックになっているタイプで、まあ通称スピードモデルとも言われるやつです。スピードって今若い方あんまり知らないかもなんですけど、昔スピードという映画がありまして、かなりね流行ったんですよ。でその中で、キアヌ・リーブスがこうつけていたっていう、このまんまじゃないんですけど、まあこのシリーズなんですよ。スピードモデル DW5600BBN-1JF っていうやつです。ちょっとねリンク貼っときますね。でこれの良さはですね、 G-SHOCK って結構ねガチャガチャしてるイメージあると思うんですよ。だけどこれすごいシンプルでマットブラック仕様になってるので、かなりですね G-SHOCK の中ではスタイリッシュな部類に入ると思います。ということで、丈夫ですし水に強いし買いやすいということで、こちらのモデルが1つ目のおすすめになります。これねすごいいいですよ。2つ目はですね、こちらです。紹介するもの2つはもうミリタリーウォッチです。でまあデジタルと、まあ、文字盤の方とっていう感じです。こちらですね、フラグメントデザインとケンテックスのコラボウォッチです。ちょっとね使い込みすぎてこのベルトの部分がくたびれてて申し訳ないんですけど、これ NATO ベルトっていうやつで、まあ、NATO 軍正式採用のものですね。ケンテックスっていうブランド自体はですね、自衛隊が使っている時計はケンテックス社製のものなんですね。でこれをですね締めますと、このベルトのこの NATO ベルトってね結構かっこいいんですよ。ほんとテックとかミリタリーにも合う時計だと思います。こんな感じになります。かなりね使い込んじゃったんで色あせてて申し訳ないんですけど、こんな感じですね。で僕ミリタリーウォッチ、まあ G-SHOCK もこのケンテックスもそうなんですけど、丈夫で水に強くてスタイリッシュっていうところが非常に気に入っています。でまあ最初の G-SHOCK はこれで、次にケンテックスとフラグメントのコラボがこれです。でちょっと見えづらいかもしれないんですけど、フラグメントっていう風にここにこう入ってるんですね。ケンテックスのこれと同じ形のやつを買おうとすると、このね真ん中フラグメントってこれは書いている位置に日本の国旗がこうパーンってこう乗ってるんですよ。ちょっとねなんか日本の国旗ってちょっと意味深じゃないですか。ユニオンジャックとかなんかアメリカの国旗だとまあ好きなのかなぐらいで済むんですけど、日本の国旗ってちょっと意味深だから、気にしない人はそれでもいいと思うんですけど、ちょっと僕つけづらいなと思うので、まあ、フラグメントとのコラボがおすすめです。3つ目、まあ今の一押しですね、はい、アップルウォッチですね。まあこれはシリーズ4なんですけど、結果的に僕はアップルウォッチが一番おすすめです。まあつけるとこんな感じ、こんな風になるんですよ。で結局アップルウォッチ買いってなると思うんですけど、まあ僕使ってるのが iPhone だからっていうのも非常に大きい理由の一つです。で僕時計を紹介するにあたって、僕皆さんここまで紹介してお気づきだと思うんですけど、高級時計というものに僕全く興味がないんですね。周りでこうそれが好きな友人もいるんですけど、まあ僕はなんか高級時計というものにあまり価値を感じないんですよ。でまあ好きなファッションもまあテックだったりとか、まあモードとかとね
あれなんですけど、なんかね、一番僕 Apple Watch が合うんじゃないかなっていう風に思ってるんですね。まあ G-SHOCK だとちょっとゴツッとしすぎるなとか、あとはまあミリタリーウォッチだとカジュアルすぎるなっていう時に、なんか Apple Watch ってデジタルで最先端いってる感じがするんで、今の好きなファッションの傾向としても Apple Watch すごく合うなと感じているので、おすすめっていう点も一つあります。で、僕がこの Apple Watch をおすすめする理由、結構いろいろあるんですよ。で、もっと挙げるとですね、 iPhone を探せるんですよ。僕すごくなくし物をするタイプで本当にだらしないんですけど、で、 iPhone をなくした時にこれがあるとiPhone の鳴らせるんですよね。この iPhone 側を鳴らせるんですよ。だから、あれやばい、部屋の中で iPhone なくしちゃったっていう時にピッと押すと iPhone 側がパーンって鳴ってくれるから見つけやすいっていうのもありますし、逆もできるんですよ。 iPhone でこれを鳴らすってこともできるんで、お互いを探し合える。だからスマホなくした時に位置が分かっても端末がないから無理ってなった時に Apple Watch があるとできるっていうところがいいところの一つでもありますし、あとは電車とか乗るときもこれにモバイルスイカとか入れちゃえばですね、こうピッてできるわけですよ。ただ一つ欠点があります。改札って右側なんですよね。でも大体時計って左手にしません？右利きの人はっていうか、まあ結構左手の人多いと思うんですけど、だからこう手をクロスしなきゃいけないっていう点がちょっとあれなんですけど、まあ一応これで電車も乗れるし、あとはですね、これ個人で仕事してる人とか会社やってる方だと結構あるあるだと思うんですけど、電話の取り逃しとかがないんですよ。電話とかが来るとまずはこっちに知らせが来るから、スマホを例えばカバンとかにももしも入れていてもポケットの奥深くで気づきにくい風になっていても、こっちで知らせが来るんで、絶対に取り逃しとかがないんですね。できれば電話一発で出たいっていう仕事をしてる方も多いと思いますんで、そこでもおすすめです。そして何気に社会人に Apple Watch を押したい理由も一つありまして、これ営業の仕事とか社外の方と会う仕事をされてる方だと割とある話みたいなんですけど、時計とか、まあスーツもそうだって言いますけど、時計問題って結構あるんですよ。で、どういうことかというと、適当な時計するわけにもいかないわけですよ。会社を代表してその相手側の会社の方と会うわけですから、あんまりにもこうチープな時計をするわけにもいかないようなんですね。で、だからといって相手よりめちゃくちゃいい時計持ってるのも微妙らしいんですよ。ちょっとね、僕そういう仕事したことないから分かんないですけど、普通に好きなのしてっちゃうと思うんですけど、そうらしいんですよ。だから例えばですね、チープカシオみたいなすごい安いやつで行くわけにもいかないけど、ロレックスつけていくわけにもいかないみたいな絶妙なところらしいんですよね。じゃあ相手によってそれって正解違うじゃないですか。だからその会う人がめっちゃ社長さんみたいな、なんかね、成功してる社長さんでも何千万もする時計つけてる人だったら、ロレックス1本ぐらいつけてったって全然いいんですけど、それがそうじゃない人にとっては違うから、その人、会う相手にとってちょうどいいを身につけようとすると何本も持たなきゃいけなくなるんですよね。それを気にしすぎるあまりで、アップルウォッチをつけることによってそのループから抜けれるんですよ。だからまあこのぐらいの時計ならいいかなとかっていう思いをアップルウォッチ一発つけるだけで、相手側からすると、あ、ちょっと新しいタイプの人ねみたいな、そういうデジタルなガジェット好きなのねみたいな感じになるから、なんかそのループから抜けれるっていう話を聞いたことがあって、あ、なるほどと。だから割と社会人に向いてるのはアップルウォッチかなというふうに思いました。まあ周りからの見た目を気にするというか、まあ、仕事上そういうの考えるのめんどくさいよねっていう人にも向いてるんじゃないかなというふうに思います。結構形もねシュッとしてますんで、スーツなんかにも合うんじゃないでしょうかというふうに思ってます。ということで、僕は一押しアップルウォッチということで、まあ別にこれアップルじゃなくてもこうデジタル系のもの、こうデジタル系のものっていうか、こういうなんかデバイスと連動するものが僕は非常におすすめです。でですね、まあ今からちょっと明日のフリマに向けて洋服の準備とかしていくんですけど、まあせっかくね、まあ短い時間で1日しかないからちょっとねなかなか難しいんですけど、せっかくやらせてもらうんで、しっかり気合の入った服を用意できるようにしたいと思います。でですね、フリマっていう振り込みなんですけど、フリマっていうとすごく安く出すみたいな感じすると思うんですけど、物的に安く出せないものが結構多いので、まあ、そんな気持ちで来てもらえるとありがたいです。お店に卸す予定だったものとかもいろいろあるんで、まあ、それとあとはショッ
パーとかはないので、あの袋ね、袋に当たるものを持ってきてください。あのトートでもいいしリュックでもいいんですけど、渡すとき服を渡すだけになっちゃいますんで、あのそこだけちょっと注意してもらいたいです。で基本的には現金のみになります。まあちょっとまあちょっと話してください、はい、あのちょっとはい話してくださいということで、まあそんな感じですね。で一応ショッパーも何もないっていうか持って帰れないっていう人のために、なんかビニール袋みたいなやつを何袋か持っていきますんで、ただビニール袋なんで、あのビニール袋ですよ、ビニール袋でいいっていう人はいいんですけど、まあ数に限りもあるんで、ちょっとね、まあ、一応持っていくけどちょっとねあんまりかっこつかないよっていう感じです。ちょっとね紙袋かさばるって、そんな感じで、明日お待ちしております。あの渋谷のホテル声でですね、8時から11時まで、20時から23時まで、イベントやってますんで、皆さんぜひお越しくださいということでですね、今回あのおすすめの時計参戦ということで、一押しはアップルウォッチっていう話でした。ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。 Twitter や Instagram やってるので、そっちもぜひよろしくお願いいたします。動画を続けていくモチベーションになりますんで、ぜひですねコメントいただいたりとか、あとは話してほしい内容がありましたらコメント欄にお願いします。失礼します。